はい、どうも、サトルです。よろしくお願いします。さあ、ということでですね、本日はですね、僕の大好きなバンドのアレキサンドロスさんのリアクション動画撮っていきます。さあ、ということでですね、今回はアレキサンドロスさんの、新ミュージックビデオ、バニラスカイの方を見ていきたいと思います。今回は、TikTok で音源が有名になっていた、ワーツさんの、方とですね、コラボしたミュージックビデオ、そして楽曲になってます。ワーツさんといえば、TikTok の分かってないよっていう楽曲を、やってた方で、分かってないよって曲の方でございます。じゃあ早速見ていこうと思います。よし、3分半だからね、そんな長くないんだけど、見ていこう。あ、びっくりした。あ、怖い。よろしくお願いします。びっくりした、怖っ。アリン、よし、はい。メトロ系だね。冒頭ねから結構早い段階で歌いますけど、ゾンビなんだね。なんかバイオハザード的な世界観で、でしかもよ、ボーカルの川上さんもゾンビになってるやん。ワーツさん顔出せない人だよね、帽子かぶってて。ゾンビか、うわー、ゾンビ苦手なんだけど、大丈夫かな、怖いんだけど。まあまあまあ、まだ30秒しか見てるんで、続きいきましょう。怖っ。はい、かっこいいな、おい。いや、かっこいいな。ゾンビメイクも似合うな。でもなんでだろう、こう、でもワーツさんが顔出さないからだと思うんだけど、川上さんもあんまりこう顔がわからないようになってる。本人だよね、これね。多分本人なんだけど。なんかゾンビメイクとかじゃなくても、普通にこう歌ってて、こうやって顔隠すようにマイク持ってるから、余計顔見えなくて、ちょっと一瞬誰かわかんなかったけど、いや、かっこいいよ。結構美術好きなんですよ、川上さん。バンドでも結構イケメンというか、そういう風に言われてるから、マジかっこいい。あと普通に店員さんが可愛い。おー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 、マスクかこれ。マスクっぽいな。おー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 、はいはいはい。ゾンビ世界の世紀末って感じだね。おー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 、マジかっこいい。めっちゃおしゃれなんだけど、いいなこの衣装。
ちょ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 、どういうことどういうこと、え、アイス食べ始めたんだけど、ゾンビが、しかもストロベリーの、え、どういうこと、え、CM かなんかってこと、どういうこと、じゃよくわからんけど、え、でもまだ、え、え、まだ、あと40秒ぐらいあるからね、え、はい、カット、カット入った、ああマスクだったんだこれ、ああ、ああ、そら顔わからんわ、はい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 、あ、ちゃんとね、キャスト書いてあるね、かわいい、アイス食べててかわいい、はい、ということで見終わったんですけど、どういうこと？急に CM みたいなグラフィックスと入ってたけど、どういうこと？はい、ということで、まあ、多分世界観的になんか、バイオハザード的な世紀末の、あのゾンビの世界でみたいな感じだと思うんですけど、おもろいな、でも俺は結構好き、曲も分かりやすい曲だし、ギターのリフとか結構かっこよかったし、でね、これちょっと最初触れなかったんだけど、ミュージックビデオが縦に作られてんのね、普通横向きの普通のね、こうやってパソコンとかで見えるように横向きで作るんだけど、全編縦なのよ、だからなんか俺一瞬これ探してる時ショートかなと思ったんだけど、なんか新しいね、 TikTok とかで見やすいタイプの、ミュージックビデオだなって思いました。いや好きです、やっぱり、でもやっぱね、ドロスの楽曲は本当にいい。で、ワッツさんも、やっぱ TikTok で流行るぐらいの楽曲作ってるから、やっぱね、こう、ドロスのね、感じとしてすごい合ってる。で、久々にあまりキーが高くない曲来たなって思いましたね。ドロスって言ったら、渡り鳥とかね、みんなそのイメージあるから、キー高いイメージあるんだけど、めっちゃいい曲でした。いや、いい、かっこいい、俺世界観好き、でもゾンビは嫌いなんだけど雰囲気が好き、この2人のボーカルの川上さんとワークさんのすごいいい楽曲です、これ。で、多分曲自体3分ぐらいで短いから、ちょっと気になった人サクッと見てみてください、聴いてみてください、めっちゃいい楽曲でした。なんか最初のケイちゃんのあれで、ゾンビに対するあれは怖さなくなったんですけど、ということで、アレキサンドロス、バニラスカイ、フューチャリングワーツを見ていきました。ありがとうございました。もうバンドはいいぞっていうことで、今後もドロスとか、まあ、ミセスはちょっと多分カズマと一緒に撮っていくんですけど、こうやって好きなバンドがミュージックビデオ出したら、またリアクションしていくんで、よかったら見ていってください。バイバイ。